巻き返しを誓うこのフリースケーティングです。さあ浅田真央、そして安藤美姫が見つめる中、しっかりとこのフリーで巻き返すことができるか。フリースケーティングは今シーズン、このロミオとジュリエットで勝負してきました。放送席解説は東京で行われました世界選手権の銅メダリスト佐野実さんです。まず最初のジャンプに注目していきましょう。ダブルアクセルです。綺麗に決めましたね。4回転はせずにダブルアクセルでやってきましたね。トリプルアクセル、昨日はトリプルアクセルが回転しませんでしたから、今日のはだいぶ体は動いてるんじゃないでしょうかね、はい、昨日はキャプテン小田選手に助けられた、今日は恩返しをしたいと本人は話しています。トリプルフリップです。はい、これは決めてきました。今日の方が動きいいようですね。体が切れてます。そのように見えますね、はいはい、飛躍のシーズン、このロミオとジュリエットでグランプリシリーズアメリカ大会初優勝を遂げました。繰り返し繰り返しこの3週間このスピンを練習してきたという小塚。表現したいですと話していました。イーグルからトリプルサルコー、ダブルトー、ダブルループのコンビネーションです。手拍子に乗って日本としては初代王者に向けてこの頑張り、巻き返しというものが欠かせません。これ難しいんですよね。ホーレンからそのままルッツ行け、行きましたね。成功。昨日の小塚とは違います。ジャンプ、まあ頑張りましたね、はい、演技も終盤です。この後をぜひ決めてもらいたい、はい、この後の3回転をしっかりと決めることができるか。ここはアクセルですからね。トリプルアクセル、いけ、どうか、これは抜けてしまった。終盤、チームメイト、チームジャパンの面々が見つめる中、大きな拍手。頑張りましたね。小塚崇彦、よく頑張りました。
昨日のねショートの出来から考えたらね、今日は別人ですよ。よく頑張りました。小塚貴彦さんの演技でした。いや、いいですね。日本チームがこうやってね応援している中でね、いい感じです。昨日も小塚貴彦が引き上げてちょっと肩を落としている中、チームメイトが励ますシーンがありました。まさにこの国別対抗戦ならではの光景です。浅田真央選手が笑顔で日の丸を振っています。これは最初のトリプルアクセルだと思うんですが、ちょっと曲がってしまいましたね。あ、これ最初のダブルアクセルですね。綺麗に決めたやつですね。ここのところスピンもよく練習していました。今シーズン伸びたところ、いくつか言うとどういうところですか？あのステップワークというのはもともと小塚君非常に上手だったんですね、でジャンプが微妙にバランスを崩してもそれを立て直す力というのが非常についてきました。さあ得点です。小塚貴彦さんのフリースケーティングの得点 125.68。 フリースケーティングの得点は 125.68、 ショートとの合計は 190.93。 現在の順位は現時点で小塚貴彦はトップに立っています。The total score for 貴彦小塚